さあ次レベル25は、あ、すごい、今度は攻撃力が2から3、やっば。はい、どうもこんにちは。今日もですねライブアフターをやっていきたいと思います。現在専門研究の AN94 を見ているんですけど、自分ですね誤ってですねレベルを19から20にしちゃいました。レベルをですね20にするためには機密製法書4枚そして製法書200枚必要なんですけど、誤ってボタンを押してしまってレベル20にしてしまったんですね。ゲーム実況者としてとてもねあるまじき行為っていうか、5分間ぐらいでいいんで時間も戻ってくれないかなっていう気持ちなんですけど、間違いで押してしまいました。はい、今レベル20体に入っちゃいましたので、もうここからガンガンレベルを上げていきましょうか。せっかくですのでね、本当はレベル20に格上げをする時のね動画を撮っておかなきゃいけないんですけど、まあ誤って押してしまったということで、はい、ではレベル21から上げていこうと思います。レベル21にするとダメージが 4% から 5% に上がると。これだけでも相当強い。ほい、どんどん押しましょう、どんどん押しましょう。さあ全然上がらねえなこれ。マテリアルもすごい使うし、合金ナットの数がパねえ、これ合金ナットの数がパねえ。うわ、20個くらい使ってんじゃないのこれ。1回レベル上げるだけで。やっぱこんなに使うのっていうぐらい。さあ次はレベル22にするとダメージが 5% から6。これも半端ないね。わあ、合金だとすごい減るよ。わ、間違いない。20個減った。もっと減ったかも。ふい。じゃあ次はレベル23にするとダメージが 6% から 7% にアップするんだけど、やばいね、これの。どんだけ使うんっていう話。うわー、すごいすごいすごい。うわ、もう合金ナット。あ、失礼しました。ネジセットか。ネジセットですけど、もう、すごい勢いで減ってくよ。まあ、AN94 はね、まだまだ強化する価値のある武器だと思います。さあ、7% にパワーアップ。レベル24にすると、ダメージが 7% から 8% にアップするってことで、よし。もうぶっこんでみよう。多分これでね、最後になると思う。ネジセットを全部使うっていうぐらいの気持ちで。さあ次込んでいきましょう。あ、まだ残ってる。さあ次レベル25は、あ、すごい、今度は攻撃力が2から3、やっば。これ絶対行きたいわ。むしろここだけはね絶対押さえておきたい、せっかくなんで。頼む。わ、ネジセットも足りねえ。あー、ダメか、もう無理か。ネジセットがもう足りなくなっちゃいましたね。うわー、でもこれはねちょっと嬉しいかもしれない。次ね、レベル25にアップすることができれば攻撃力が単純に1アップするってわけですから、これはやばいね。まあ、自分自身もですね消炎レベルが15にアップしたんで、エレクトリックアサルトライフルを、まあ、購入したり製作するっていう選択肢はあるんですけど、前回ですね半額セールの時に当てたですねエレクトリックアサルトのアメセン版ですね。さあこちらアメセン版のステータス見ると攻撃力が103なんだよね。射速がですね550、 AN94 は500ですので50プラスで、そこはすごくね、評価できるんですけど、まあこちらのエレクトリックアサルトライフルをアメセン版をもし自分で制作するとなったら何回かですね改造ガチャすることになると思うんですけど、正直ね、今の AN94 愛蔵版のステータスを超えていくっていうのは厳しいんじゃないかなと思います。結構なガチャ回数をやらないと今使っている AN94 よりもちょっと微妙な武器が生まれてしまうっていうことになりかねないんですね。なんでかっていうと麻痺弾の効果もあるし、こちらさらに感染者に与えるダメージが 11.4% っていうね、まあ、とんでもないこれ武器なんですよ。正直このね AN94 を個数となるとなかなかのガチャ回数が必要になってくるんじゃないかなと思います。なのでもし自分で作るのであれば、やっぱ雪地版か愛蔵版が出るまでエレクトリックアサルトの制作はもうちょっとですね延期しようかなと思います。はい、あとそしてですねエリアコードで手に入れたアタッチメントが3つ余りました。こちら、面パネルとこちらチェーンパネルと、
小型照準器ですね。どれも緑色の2級なものになっております。自分は今のところアーマー関係が全部緑色なんですよね。なんか一つでもいいんで青色が欲しいなと思うので、この3つを使って、合成していきたいと思います。はい、こちら、アーマーと、武器関係のアタッチメントがちょっと混じってますけど、さ、合成確率は 60%。 さあ行ってみましょうか。できればチェーンパネルの青色が出てきてくれたらちょっと嬉しいかなって思います。じゃあ500金塊使って合成していきたいと思います。さあ出ろ。しかしですね、しかしこの2級小型照準器青色手に入れたんだけど、はい、先ほどの合成でまさかのですね、青色の2級小型照準器を手に入れました。もうすでにこれは、取り付けてるんだよね。そして使っていないですね、こちら2級小型住所が1個ありますので、もう一回ですね、合成をして青色のアタッチメントが出れば、それをですね、青色3つの合成で紫アタッチメントを開発することができるわけですね。いよいよ、紫アタッチメントが、目前というわけなんですね。ですけど青色アタッチメントがあと1つ足りないので、今後もですね、エリアコードをクリアしながらアタッチメントを集めていきたいなと思います。はい。